まあ、ちょっと動画アップロードしすぎてるんですかね僕の YouTube のサーバーがバグってるんですかね <laughs> まあ,あのちょっと時間を短縮してお話ししましょうか、まあ、それだったら多分いけそうな気がするんですけどまあ、とりあえずね情報発信すればあの現状を変えることはできますただしその現状を変えられない理由は情報発信しても僕の情報発信なんか見られないよと思ってるから情報発信しないから変わらないってことですね 最近ね、アドバンスまあドリアカのアドバンスコースっていうのがあるんですけど、アドバンスからですね、報告いただきまして、こう、直近で今日いた、今日か昨日かな、いただいた事例なんですけども、ライブ放送やったんですよ。で、チャンネル登録ただ、今100人ぐらいなんですけど、で、えっ、ー、と、まあ、当、その人が言ってたのは、ライブ放送しても多分見に,見に来る人もいないだろうしあ、コメントも来ないだろうと思ってたけども、やってみたんですよ。で、やってみた結果、コメント来ました。チャット来ました。 で、楽しかったですと。で、そのコ,コメントもスクショで来たんですけど、そのライブ放送してチャット来てるっていう。で、なんかそのチャットした人の中には、今日の話すごく面白かったですって言ってくれる人もいて、まあその方には言ったんですけどね。まあやったことによって生まれたよねっていう。で、これやらなかったら何も生まれてないよねっていう。うん。もちろん今回はね、いい結果になったかもしれないけども、まあ、あのー、今後またやって、あのー、 まあ商品売ってみるなりなんかして、売れないっていうこともあるかもしれないと。でも、売れないという結果も生まれないと。やらなければね。だから結局、あのー、なんだ、あ、そう、その方にね、オチとして言ったのが、まあ、なんで生まれてきたんですかみたいな。なんで生まれてきたんですかと。それはお父さんとお母様が、まあ、やったからですよね、と。<laughs> で、ね、一発、なんか成功でね、 1>, あの1億精子1億か2億精子いいのかな、その中で1匹たどり着く、受精卵にたどり着くっていうのは、並大抵じゃないんですよ、でこれ、もう一発でいけるっていう人もいるかもしれないけども、まあまあまあ、何回かやってたですよ、久保さんもね、あの大和君がこの誕生するまでにね、いろいろな、ねまあ、病院行ったりとかね、いろいろやってきたわけですよ、何回もトライしてきたと、でも諦めてたと、でもやったと、いろんなことをやったと。 で、結果的に、ヤマトんは生まれたわけですよ。これ、や、久保さんがね、不妊治療とかそういうのをやってなかったら、ヤマトん生まれてないですからね、多分。うん。すべては、やることから生まれる。いってらっしゃい。